モスコーミュールとはオールデイカクテルとして非常にメジャーなスタンダードカクテルの一つ。モスコーミュールとはモスクワのラバという意味があり、ラバに蹴飛ばされたように効いてくる強いウォッカベースのカクテルであることを表す。なお名称にクーラーとはついていないがクーラーの一種である。またバックの一種でもありしばしばウォッカバックとも呼ばれる。1940年代初頭。 ハリウッドのジャック・モーガンというバーテンダーがイギリスのリキュールであるピムスナンバーワンを使ったカクテルのために大量に仕入れたジンジャービアの在庫を処分するために考案したとされている説と1946年にスミノフブランドのウォッカの販売促進のためスミノフを使った手軽に作れるカクテルを製造元のヒューブライン社が紹介したため広がったという説 あるいはジャック・モーガンとヒューブライン社が組んで広めたとされる説が有名。また、本式では銅のマグカップに入れて提供されるものである。今日でも本格的なバーではそのようにして出されているのはジャック・モーガンの友人が器を銅のマグカップにすることを提案し、それが広まったとされているからである。なお、公衆衛生の観点から銅中毒予防のためマグカップの内側と円を ニッケルカステンレスでメッキすることを進めているものの、毒性を示す 30mgL に達するための酸性度と所要時間については、議論がある。ウォッカをテキーラに変えると、メキシカンミュールに、マ、ま、タラムに変えると、ジャマイカンミュールに、スコッチウイスキーに変えると、マミーテイラーに、ジンに変えると、マミーズシスターに、アブサンに変えると、ワイルド、ミュールとなる。その他、ウォッカを、 他の種類で置き換えたバリエーションと故障に次のようなものがある。他のバリエーションとして、ジンジャービアの代わりにジンジャーシロップやジンジャーエールを用いるものがある。副材料として、ニンジンのジュースやアンゴスチュラビターズを追加するアレンジもある。ラズベリーシロップ、またはクレームドフランボワーズを加えると、モスコーミュールからフロラドラになる。ジンジャービアの代わりにマウンテンデューを使うと、 モスコーモールになる。日本などジンジャービアが一般的に流通していない地域ではジンジャーエールを用いる。この場合、ウィルキンソン等の辛口のジンジャーエールを使う場合もある。次のレシピは日本における標準的なレシピである。飲み口はやや甘くアルコール度数も高くないカクテルになっている。日本ではジンジャービアの入手が難しいため代用として、 ジンジャーエールを使用したレシピが広まったと言われている。材料をグラスに入れ、軽くステアする。ライムスライスを飾り完成。ありがとうございます。